ートしました。広がっての先頭争いに入りますが、スタートダッシュよく8番ロゴタイプ前へと行きますが、これを制して12番のサムソンズプライド、内から押して押して3番アポロソニック、まずこの2頭3馬身相手、16番ペプチドアマゾン、その後2馬身差、ジョキーなだめながら8番ロゴタイプは4番手につけて1コーナーカーブへ各馬殺到、外からは15番のフラムドグロワールも行っています。さあ1番絆は後方から3頭目で1コーナー回っていきました。まずは3番アポロソニック先頭で1馬身半リード、12番サムソンズプライド2番手になって2コーナーカーブ、その後は3馬身切れて16番ペプチドアマゾンが3番手で、外は15番フラムドグロワール並んでいきました。その後ろ5番手に8番のロゴタイプはつけました。今日も堂々横綱相撲なるか、2コーナー回って向こう上面、インコースは4番クラウンレガーロ並んでいきました。外からスーッと5番の名系ペガスターが一気に前へ前へと上がっていきました。あとは18番の宮下イガ、そして中段に控える2番のコリーノで 1000m の通過は60秒3というペースに上がりました。その中段の2番コリーノの内に入れて今日はじっくり構えます。9番のエピファレンヤ、さらに外からは10番タマモベストプレー上がって、その後ろになった7番のキラボクディープ中段後ろ、あとは6番のラブリーデー、そして13番マイネル鳳凰、後方から4頭目馬群の後ろに1番絆、3コーナーカーブ、あとはリバシン相手11番テンエムイナズマ、17番レッドレイブン、最高峰14番アクションスター、3コーナーカーブを回っていきます。今度は一気に先頭5番名形ペガスターに変わりました。そして外3番アポロソニック2番手、その後5馬身ぐらい空いています。12番サムソンズプライド3番手、そして2馬身空いて16番ペプチドアマゾン4番手、その2馬身後ろ内に入った15番フラムドグロワール、外からは8番ロゴタイプが動いていきました。第4コーナーから直線コースへ入りました。先頭今度は3番アポロソニックに変わった、内苦しくなった5番名系ペガスター2番手に交代、しかしまた盛り返して4着を切りました。その外からは16番ペプチドアマゾンと、さらに外から8番ロゴタイプ追ってきた、そして外に出して9番のエクファレンヤ、さらには2番のコディーノ、その外から1番の絆も追って、これは横に広がって大激戦、アポロソニックペプチドアマゾンロゴタイプ、そしてエクファレンヤ、さらに外から1番の絆差し切ってゴールイン、2着9番エクファレンヤ、3番手はどうか、アポロソニックペプチドアマゾン、そしてロゴタイプ3頭広がりました。ありがとうございます。この大歓声です。節目80回目のダービーを制しました。今のお気持ちいかがでしょうか。もう最高の気分です。この大一番、もう本当に強豪が揃ったと思います。自信あるいは不安、プレッシャー、そのあたりいかがでしたか。そうですね、いろんな気持ちありましたけど、もう最後は馬を信じて、彼の力を出すことだけを考えて乗りました。レースを振り返ってスタートからの位置取り、それから道中、これは思い描いていた通りだったんでしょうか。そうですね、ある程度ですけど、あとはスタートして、ゆっくり慌てないようにということだけを、自分に言い聞かせながら乗ってました。最後の直線はすごい足でした。前ともかなり距離があったと思いますが、直線というのはいかがでしたか。そうですね、彼のいい部分が出れば十分に届くと思って、夢中で追ってました。数々の名馬に乗ってこられましたけれども、この絆、魅力、強さ、どんなところでしょう。そうですね、一番は僕をまたダービージョッキーにしてくれたというところが最高の魅力だと思います。武豊騎手は8年ぶりのダービー制覇になりました。8年前はディープインパクトでした。その子供で勝ったことになります。思い入れいかがでしたか。そうですね、ディープの子なんで、格別に嬉しいですね。同じ騎手によるダービー親子制覇は史上初めてですよ。ありがとうございます。長くやってますんで武豊騎手にとっては24度目のダービーになりました。そして史上最多5度目のダービー制覇。ダービーとはどんなものなんでしょう。そうですね、何度勝ってもやはり嬉しいですし、今年のダービーは僕にとってもすごく大きな、騎手人生の中で大きなダービーにだったと思います。そこを勝てて本当に嬉しいです。この馬とは多くのそれこそ絆があったんじゃないでしょうか。そうですね、本当に
人と馬と人と人と、いろんな絆があって、その絆を信じた結果こうやって、勝てたと思うので本当に良かったです。さあそれではこの強い絆今後の可能性についてもお願いします。そうですね、まあ、今日は絆が我々絆に関わるホースマンをダービーという夢を勝たせていただいたので今度は絆を世界一にしたいなと思います。13万人近いファンの皆さんがこの強さを感じました。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。本当に今日は、絆を応援していただきありがとうございます。そして、僕は帰ってきました。見事ダービーを絆で制しました武豊騎手でした。おめでとうございました。どうもありがとうございました。